皆様どうもマフロです。はい、フォールアウトね、76、オンラインのやつですね、やっていこうと思います。はい、前回ね、左下に出てるデイリーオプスとかいうデイリーって書いてあったから簡単かと思ってやったらね、ボコボコにされました。なのでちょっと本格的にね、対策を打っていこうと思います。強く、いろいろ思い出しながらね、調べてやっていこうと思います。まずね、一番最初に復帰して、まあ1年か2年ぶりぐらいですかね、復帰して困ったことは食料と水の確保だったんですね。まあ水はキャンプがあったので、それでなんとかなったんですけど、食料、調べたこのフラットウッズ、もっと、まあこう、まあ、76の最初、ここ最初のところからちょっと下行ったところですね。ここらあたりで、結構肉が取れると。まあ、実際やってみたらね、本当に、牛みたいなやつ、バラモンとかいうやつがいっぱいいまして、モグラみたいなやつもいたかな。うん。結構ここで肉を集めれたのと、あ、これかな。そう、こうやつね。こっちからちょっと肉をもらって。で、水は川から汚い水ちょっと汲んできて、で、ここで、あれ、どこだっけな。この近くにね、クッキングステーションがあるところがあるんですよ。どこだったっけな。あ、バラもまたいた。うん、この辺の肉をちょっとね、もらってね。なんか出てるな。ああ、これなんかイベント起こっちゃってたんだよな。こいつらやっつけろって言ってたな。うん、まあ、食料はこの辺りで調達するのがいいと思います。川も近くにありますかね。こいつをやっつける。なんかこいつが暴走したのか言って。この野郎。ちょっと経験値もね、稼がなきゃいけないからね。意見の下に。これで一括で集めれるようになったのかな。なんかよくわからん。こいつもやっつけよう。いった。ほら、やばい、死ぬやん。まだ生きとる。上にもいるのか、やばいな。あ、あそこに管理者がいる。3匹だっけ。こいつ倒したら終わるか。あ、雑魚は消えないのか。コキンの死体から全部取れるようになったのに大きいな、こいつ。付近のものまとめてアイテム取れるようになったわ。楽になったね。はい、まあ、食料と水はこんな感じでね、
クッキングステーション近くにあったのどこだったっけな。まあこの近くにとりあえず あります。でそこで調理してもらったり、まあキャンプに戻るのも手ですけどね。あ、間違えた。あ、ちょっとずれたのか、それでわかんないのか。あ、まだイベント続いてるやん。これ川もあるからね。この辺でちょっと食料とあれを確保しましょう。誰かいるな。誰かじゃない、これゾンビだっけ。ゾンビやった。ファームハンドターゲットパラメートを変更する。うん、これでお金もらえた。これでイベント終了ね。まあこのイベントをやりたかったわけじゃないんだけど、ついでだから。いっぱいいるやん、黒い。どんだけおんね。壊れろ、まだ。まだいるわ。まだいる。これ、付近ってどこまで取ってくれるんだろうな。はい、あとね、あとはステータスですね。パーク。この辺もちょっと見直したいんだけど、この辺まだできてなくて、以前やってなかったんだけど、この上にレジェンダリーパークっていうところでボタンを押すとね、なんかセットできるようになってましたね。これレベル50ごとにできるようです。はい、復帰した方でこれ知らない人もいるかもしれないので、これもちゃんとセットしておきましょう。なんかこのいらないカード、なんかまあ重複してるやつとかせ、カードね、この辺をあの解体オプションで解体って出てると思うけど、するとなんかポイントがもらえて、このレジェンダリーパークもランクを上げることができるようです。これいいよね。放射能耐性50体。まあでもビルドによっては使えないのかな。はい、この辺をちょっと調整しました。で、あとですね、防具に関してはね、
ちょっと前に、ちょっと前というか、復帰する前に追加されてたウエストランダーズとかいうメインクエスト、あれをクリアした時にね、もらえるようになる防具がいいということで、とりあえず再建集めというものをしなきゃいけないらしいですね。はい、その再建を集めるために、まずはどこだっけな、ウェイワード、はい、ここでなんか金塊が買えるとかいう話なので、ちょっと行ってみましょう。ここはウエストランダーズのメインクエア進めていったところかな。入って。ここで。なんとなく思い出した。2階にいるやつかな。ちょっと派手めの男だった。あ、こいつこいつこいつ。金はいくら持っていても飽きないよね。来週も顔を出すのを忘れないでくれよ。あれ、来週もって言ってるな。いいかい、仕入れは週一でやってるからね。なんかこいつから買えるらしいんですけども、在庫の補充は週一だよ。週一、喋ってから週一かもしれないですね。だから、あの、復帰する前に俺撮ってるから今撮れないのかも。まあ週一、この人から金塊買った方がいいみたいですね。いい装備を手に入れるための素材とのこと。金塊ね。で、あと債券というもので金塊買えるんですけども、それがデイリー、本当のデイリークエストがあるみたいなので、そこ行ってみましょう。ファウンデーションにいるウォードから受けれる。ファウンデーションってどこだっけ？そこ探すところから。ですよね、まずね。クレーター、あ、クレーターっていうところもあったけど、まずはここ行こう。クレーターにも受けれるところがあるみたいなので、とりあえずクレーター、クレーターの移動ポイントを選択、コアでいいのかな。ここで、ロクシーかレン。どっちかから。これメグだってさ。違うな。これ外へのあれだよな。来たところだよな。どこにいる？違うな。ここの奴らは私たちを盗った扱いするけど、先に来たのはどっちよね。これ人形か。下かな。もうすっかり忘れてるわ。下行ってみよう。レイダー、ロクシー、ロクシー、あれ、なんか違うな。どこにいるんでしょうか。以前もやってたと思うんだけど、全然思い出せないな。違うっぽい。ローズが今でも世界の頂点に君臨してるなんて信じられない。引っかかった、引っかかった。昔にスクラップになったと思ってた。
コーチやスーパーミュータントがエレベーターに乗るのを見たことある？ボタンは押せなくても銃は撃てるって？くだらない。あんたの頭が変なのはフープのせいか？どこだろう、外部の方かな。アパラチアは私たちのものだ。誰にも文句は言わせない。なんか敵対勢力があるんですよね。ファウンデーションとクレーターかな、あの敵対してるのね。どっちにつくかがなんか、そんなことを言ってたような気がする。あ、やっぱ外部だね。見覚えある。こやつか。あ、こいつロクシー。なあ、新入りのメンバーを覚えてるか？入りたてのやつさ。よし、あんたがきっちりしつけをしてやんな。よろしい。信用できないわけじゃなさそうだね。以前ハンターに痕跡を負わせたんだ。この方向が近道だと思うよ。もし死体しか見つからなかったら、それはそれでいい。他の奴らがいたはずだ。何があったのかは知りたい。これで受けれたのかな。私の言葉を伝えてやるのさ。木をてらう必要はない。玉でもナイフでも脅し。クエスト。あ、間違えた。違うが、これで出入りか。俺は人のもんを奪うのは大賛成。どれだろう。見つけられなかった。マップを確認したのかい。これか。これだね。元レイダーに対処する。ハンターを妨害する。連中はここに住み着いてるが、こういう生活に馴染めない奴もいる。それも自業自得さ。まあとりあえずこれ行ってみよう。どっから外に出るのかな。レイダーに対処。どこにいるんだそいつは。これか、これだな。どっか近くにワープできるところないか。23キャップもかかる。いいか。はい、じゃあちょっとやってみましょう。この出入りを確実にこなしていって、強い武器を手に、武器じゃない、アーマーかな、手に入れるしかないね。どういうこと？まあ、とりあえず近く行こうか。ちょっとマーカーをつけたかったんだけど、この方向でいいのかな？違うな。方向的にはこっちだな。
タミナなくなっちゃった。あ、いた。こっそり近づく。いや、これでいいのか。ハンターの方か、レイダーの方へつけなきゃいけないね。中か、どっから入るんだこれ。ここから登れるか。無理。おお、なんかなった。この中にいるのかな。めんどくさいとこにいるな。どっから入るかわかんねえよ。おお、やばいやばい、なんか地雷。襲われてた。なんだろう。建物の中から行くしかないのか。マシンガンタレット。やばいよ。開けれないぞ。撃たれてる撃たれてる。上から行けばいいのか。違う違う。あ、入れたか。やばいやばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。あー、死んだ。ちょっとリスポーンってどこにすんの。ここにいるなぁ。こっから行ければいい。あ、入れた入れた入れた。あそこ通らんでもよかったやん。どこおんのこいつ。挟まってんのか。お前どこおんねん。これバグでしょ絶対に。
そんなとこおるわけないよね、普通に考えたら。通りでおかしいと思った相変わらずバグの多いゲームだな。これで帰ればいいのね。どこだっけ。あ、ここね。外部ね。次はファウンデーション。もうちょっと時間が時間だから次回かな。中世例の件は肩がついたんだろうね。ついた。よし、蹴りがついたことが大事なのさ。家庭なんてどうでもいい。お前さんには支払われる予定だ。仕事に励めば報酬をもらえる。さあ、うせな。40キャップしかもらえないのか。報酬でもう債権3っていうやつが必要ね。債権ニュー、リセットされちゃったどこだっけ。ポルト9994。どこで買えるのかな。あ、クレーターに設置してある金プレス機。金プレス機どこだろう。入り口の方にあった気がするんだけどな。私のマブダツじゃん。略奪したくなったらいつでもいいな。パブリックイベントとかいうやつにもでももらえるのね。わかんねえな、そのキングプレス機とかいうやつで。債権の金塊は、わからん。債権どこで持ってるとかは、どこでわかるんだろうか。あ、これかな。あ、金塊結構持ってるわ。債権は確認どこにしたいんだろう。まあとりあえず行ってみるか。なんか装備もね、なんかいろいろなくなってる気がするんだよな、以前より。
俺もっと装備いろいろ揃えてたと思うんだけどな。ファーストボルト94、なんかここで交換してたような気がする。違うな、なんか。違う、なんか違う気がしてきた。上の方かな。あ、いた。なんか違うな。こんなとこではなかった気がする。もっと基地っぽいとこだったな。なんかいるし、あれ。何こいつら、エイリアン。いや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 、なんかわからんけど、やっつけようと。あ、そしてちょっと強いぞ。カニかこいつら。なんかかかった、病気にかかった。どうやって治すのこれ。ほっといたら勝手に治る？こっちか、7キロの方か。もうすっかりいろいろ忘れてるからね、本当にね。ここだったかも。あー、こんなとこだった。そうそう、こんなところ。ここでなんか装備を。変えてもらうんだったよね、確かね。この病気をどうやって治す。金塊を持ってないなら装備はよく。これだ、金塊候補。そう、これ。エージェントは子供なんて作るべきじゃなかったんだ。あのガキ、マジで邪魔くせえからな。略してマジクソって呼んでるよ。金塊200しか持ってないの、これ。担当エージェントがこれ以上書類事務を減らしたら、俺は職にあぶれちまう。だが、担当エージェントは彼だ。なんかすげえあるね、石球図ね。
あれ2000とかなってなかったっけ。俺の戦場での日々は過去のものとなった。今は要求を管理しなきゃいかんのさ。そこのシークレットサービスとかいうやつが欲しいのかな。あれ、この金塊はまた別なの。金塊をもらえればあんたのもんだ。よくわからんな。でも200しかないよね。交換する金を持ってるか。帰れた。要求書を持ってるなら装備をやろう。ん、下の200って表示されてるのは何なんだろうな。これ150。昔はただ金を募集してたんだがな、今は交換しないといけねえんだ。あ、減ってるな。あれどうやって使うの、さっきの。金のいいところは移動できねえってところだ。これか。うん。覚えたやつは全部つくのかな、なんか今みたいな。特徴ファート。と見てみる。早く新しい通貨が入ってきてくれるといいんだがな。金は重すぎる。あれ、これ何回も変えちゃうの。これ買ったんじゃ覚えとかないとダメだよな。装備の要求書をかけるぞ。出ない、ひょっとしてすでに持ってるみたいな。エージェントにとって規則は絶対だ。コールはそれを忘れちまったらしいな。スリックと呼ぶのにも訳があるのさ。困ったよ。一体何を見てるの。気にしないで、マギー。あの子は手がかかるの。あと、ピーターって呼ぶのはやめて。いや。まあ、あんな感じで、とりあえず債権を貯めて、どっかで、クレーターかどっかにある、そのね、債権から金塊を変えて、ここで交換するみたいな流れみたいなんですけど、ちょっと自分もね、まだ勉強不足で、よく分かっておりません。またちょっと勉強しておいて、次回でも分かれば説明したいと思います。とりあえず今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。では、さようなら。